皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。みんです。ルイージマンション 2HD 百鬼夜行動、不思議なパワーを秘めた鉱物を採掘するためのエリア。昔はたくさんの科学者が鉱物の研究をしていたみたいでございます。ということで今回からここ百鬼夜行動 D の1キノピオくんと合流、じゃあやっていきましょう。だってルイージくん、新しいエリアの調査開始じゃな。次のエリアはズバリ雪深い山頂にある採掘場じゃ。その昔この山の地下からとても特殊な力を秘めたクリスタルが取れることが分かっての。そのクリスタルを採掘するために密かに採掘場が作られたのじゃ。この採掘場をレーダーでスキャンしてみたのじゃが、ダークムーンのかけらのかすかな反応はキャッチできたものの、反応が弱すぎて正確な位置まではつかめなかったんじゃ。ん？かけらの反応が弱い理由か？そりゃわしにもわからん。このエリアの吹雪のせいなのか、それともお化けのせいなのか、まあそんな理由はどうでもいいんじゃ。実はな、こんなこともあろうかと先にキノピオくんを送り込み、ダークムーンのかけらの所在を見つけ出すように指示を出しておいたんじゃ。さすがはわし、先を見通す力が半端ではないの。ベベベ、ん？キノピオくんか？そういえばまるで音沙汰がないの。まったくどこで油を売っとるんじゃ。どうせどこかでのんびり眠りでもしておるのじゃろう。ルイージくん、ちょっと声がかすれてきてて本当に申し訳ないんだが、ちょっと風邪をひいておっての。暖かいロッチが一番怪しいからの、まずはロッチに向かうんじゃ。よろしく頼むぞ。了解いたしました。ちょっとね、喉風邪ひいてるんで申し訳ありません。おっと、雪山の中だね。あ、高さに転送と。よし、ちょっとこの調子で。喉がね、心配なんですけれども、全く治ってないんだよね、喉が。なんでちょっとね、聞き苦しくなっちゃったら申し訳ないけど、精一杯頑張って攻略していきます。ということで、アプローチ、ここが一番端っこっぽいな。なんか、吸えたりとか、映したりとかっていうのは、あ、違うな、ここが吸えそうだけど何にもない。お？キラキラしてるけど、何もない。これなんだ？あ、鏡っぽくなってんだ。開けていこう。やった、すげえ、いっぱいのこのお金が回収できた。これで約95ゴールド。この辺とか綺麗にしていけば何かしらありそうじゃない？っていうかさ、ここの中は、ここの中はもう他には何にもないの？そっか、じゃあちょっと進むか。ここの上は、お、雪だるま、さっきちょっと見えてたやつか。こことか綺麗にしてとかできない。あ、左上に金塊がある。あの金塊もちょっと欲しいぞ。うわぁ、この辺とか綺麗にできたりしないのかな。あ、できる。雪玉を雪だるまに当てる。違うか。この辺とか何かない？あ、この雪だるま。もしかして？もしかしてだけど、マフラー取ったら？あら？絶対おかしい。なんかありそうじゃない？この辺。お、あ、なんかあったと思ったら、これかい。ちょっと待って待って、それはまずい。それはまずい。なんかに当てた。え、雪だるまに当てたんかな、今。いや、ここにこんなのがあるとは思わなかったけど。でも、一旦この子を回収したいね。やったー、すごい、いっぱい回収できる。嬉しい。入り口でこんなにさ、お金があるってことは、他のところにもちょっと期待できるけど、他には何か隠されてたりしない？まあ、ここできないのかな。よし、じゃあちょっと上行ってみる。そしてここに何、何、あ、かわいい、お化けかな。あの顔はお化けですか？何かできるとかない？ピカってやってみるとかできないか。じゃあこれは邪魔だから、ちょっと綺麗にして進む的な感じ。こっちの奥には、あ、いけるっぽい。あ、これだ。さっきあったんだ。やった。すごい。ストロボでこうやって火がつくコンロ欲しい。一旦中入ってみよう。うわ、これ動きそうじゃない？ちょっと尻尾動いてるよ。
そっち行った。ちょ、待って。泥棒、あ、そこにいてくれたんだね。まだもう一匹いるんだな。このクマ踏んだらやばいとかない？てか、ここに入ってったでしょ。ピカってやって、この子回収して、クマじゃない、クマがさ、あれっぽいけど、動くとかないのかな、本当に？なんで、今ピカンって、あ、やった。ちょ、この子を回収して、待ってよ。ダメ。ちょっと今回は体力を消したくないんだから、やば。お前は何かするんじゃないのか。おーい、近い。ちょ、もうここにいるのは知ってんだから。はい、この子も、よし、回収して、やめて、クマさん怖い。オッケー、回収。あとは、このクマさんは何かするとかじゃないの？ただ目の前通るとやばいだけ？あ、他に何か入ってないのかちょっと確認しよっか。あ、でもここになんかレバーがあるよ。ちょっと下ろしてみる。あ、キノピオの転送装置かこれ。お山博士の声やるとめっちゃ声枯れるんだけど。どうだ、ルイージくん。キノピオくんに会えたかの？ない？見当たらないじゃと？そそっかしい女子はどこを突き歩いているんじゃ。すまんが別の場所も探してみてくれんかの。まったく世話が焼けるわい。もしかすると奴は近くの小屋に隠れているかもしれんぞい。オッケー、釣り小屋って書いてあったけど、そこんとこに行ってみるのか。よし、ちょっと行ってみるか。お隣のお部屋へ行きましょう。ここはドライルーム。これさ、なんか温めてとかって感じなのかな。ここに火を灯すとかじゃないの。え、違うのかな。だってお隣さん、これ行けば一緒。え、何？あ、これをもしかして、あ、これを取る的な、あー、なんで？どっち行った？どこ行った？え、多分どっかにいるんじゃないの？あ、いる。なんで？上からあいつ、攻撃してこようとするよ。あ、ちょ、待って。こっちです。危ない。もう一匹いるんかい。ちょ、待って。はい。もう一匹？あ、ちょ、待って。ダメ、殴っちゃう。ピカン。あ、ピカン。ピカンした、ピカン。あー。ちょ、あ、なるほどね。石を回収しろっていうこと？オッケー。回収して、ピカン。で、この子をもらって、おっと、どこに逃げるつもり？よし、回収。で、この石を多分どっかに当てるってことかな？お、そういうことだ。これで、1個目？え、これを、え、どこに？おー、すごい。で、これをもうちょっと違う場所に当てるとかじゃなくて、あ、この辺も温めるんだ。なるほどね。で、ここでもらって、で、これを当てていくと。そうすると、溶けていくの？したらさ、ちょっとここの紐を下ろしてみる？あ、やった。もうゴールドを稼ぎまくりたいからね。あ、これはまたなんか、違うところに当てるとか？違うか。で、ちょっと、このタオルも吸おう。目についたものは吸ってみる。え？そしたら、あとは、何か、お！あ、なるほど。さっきこれ当てたからこれ出てきたの？こっちだけ開かないなって思ったんだけど、なるほどね。あ、すごい。これ今回は何？何サファイアかな？でも、1個目ゲット。じゃあ、この部屋には用なさそうかな。じゃあ、次か、氷の池。鳴らしたらなんか起きるとか、そんな感じではないか。え、滑るんですけど。あ、テレサがいる、キングテレサが。どっか奥に行ってったっぽいけど。滑るな。滑った状態で何かやるとかじゃない？ピカンとか。あ、もしかしてこれ、なんかゴールさせればいいとかある？この子吸収できない。回収だ、回収。と、あ、水が出てきたね。ん？なんだ？水が出てきたけど。あ、覗けるんだ。覗いてみよう。お？釣り小屋。なんだ？どっかから声がしてるぞ。あ、いた！テレサがいるわ。このテレサをまた見っけないといけないのかな？ちょっとここの部屋行ってみたいけど、どうやって行くんだろう。でもこれとダメだっけ？あと、こことか。あ、ここもなんか釣れそう。あ、痛い！ぶつかんなかったけど。これはここかな？正解！いいぞいいぞ、開始しよう。これはあそこにゴールすればいい感じ？
やってみる？めっちゃ飛んでくけど。これをホール、あ、普通にこれ吸ってさ、ポーンってやればいい。あれじゃないの、これアイスホッケーみたいな、カーリングとかちょっと違うよね。やった。あ、待って、やだやだ、何やだやだ、殴られるってこと？ガンってガンってやっても意味ない、殴られないといけない、やめて、殴られるから。ピカン、もう一回ピカン、もう一回ピカン。ちょ、シビアすぎない？そのさ、当たってる判定シビアすぎるって。で、この子だ、うーい。で、この子、どこを殴ろうとしてるんだ君は。はい、今、おーしよしよしよし、今できたかと思ったんだ、ちょっと焦ったよ。よし、回収。めっちゃお金が増える。いいよ、素晴らしい素晴らしい。よし、ここ入っていきますか。もうないよね、多分。なさそうだよね。オッケー、行こう。わお、テレサじゃん。さあ、どこに行ったかな。え、逃げられたってこと？でもさ、この辺ちょっと回収しておきたいよね。釣り小屋、素晴らしい。あ、待って、下の世界にキノピオがいるんじゃない、これ。何これ、ピ、回収していいってこと？これももしかして小山博士のところに飾られるとかってある？これさ、どこだ、どこを映せばいいんだ、これか。またキノピオを連れてあそこまで行かないといけないのかな。で、ちょっと邪魔邪魔。おい、なんだなんだ、これを全部やったら小銭じゃなくってコインがいっぱい出てきたけど。よし、できた。出てきたけど、これさ、青キノピオか。救出してあげよう。うわ、出てきた。いや、氷破壊しちゃってるって。うわー、ありがとうルイージさん、助かりました。よかったね。危ないって。こんなとこまで来てくださるなんてとても嬉しいです。どこまでもあなたについていきます。転送させます。やばいってやばいって、壊れちゃう。だいぶ落ちたな。よし、ナイス救出。かわいい、これサムネだな。ここがサムネになるかもしれないね。あ、小山博士だ。あ、っていうか今回これでミッションクリアってこと？ルイージ君、ルイー君、聞こえっか？無事じゃん？むっちか、落ちたじゃな。通信途絶えじゃん。そこ、採掘場だったところじゃ。何やら危険な感じがするぞい。どこか上に戻る、ためのエレベーターがあるはず。BS のマップを見てくれ。ありがとう、山博士。あれ？これまだ終わんねえな。これまだ終わんないやつですね。ちょっと続けましょう。これを全部回収してみると、この子のお口が開くんじゃないの？でしたね。はぁ、びっくりした。やった！この子でまたゴールド。え、このさ、風が出てるところ何かしら起きそうで怖くない？な、とりあえずお金を回収と。イェイ。ここなんか、キノピオちょっと投げてみる？あ、ちょ、間違えた。キノピオを吸って、そこに、ん？あれ？上に行ったな。ってことは私もそこから上に上がんなきゃいけないのか。とりあえずこれ回収。すげえ、めっちゃ出てくるじゃん。よし。では、ここの上に私は登るのか。違うな。私もここから上がればいいってこと？だよね。よし、じゃあ、そうするか。だけどさ、ここって何かあったりしない？あ、調べられるんだな。見てみよう。は？何これ？これどっかにあるんじゃないの？奥に行くのかな？とりあえずこれに乗っとこう。すーげーじゃん。ナイス着地。違う、キノピオ。お前じゃない。OK。ここの雪を吸いたいんだ。あ、で、ここもまた登れるっぽいけど、ここは何か引けるとかではないのかな？これ乗ってみよう。あ、こっちに移動できるんだ。あ、じゃあここの部屋はここで完結できるっぽいな。これは？降りれる。降りれるのか。ちょっと降りてくる？ん？降りれないんだけど。どうしよう。降りれた。
私じゃないってこと？キノピオをちょっと飛ばしてみるか。そっちじゃない、そっちじゃないんだ。キノピオちょっとここら辺で飛ばしてみよう。でもあっち行っちゃったな。これで、あ、で、あそこのロープのとこに飛ばすこと？このまんまでこっち落とせばよかったってこと？なんで？まあでもコインいっぱいもらえたからいいか。やったなるほど、そこがやっぱつながってる感じだったんだね。え、取ってきてもらっていい？キノピオさん、取ってきてくれた方がありがたかったんだけど。でもありがとう、ありがとう。氷割ってくれるキノピオがいたからだね。素晴らしい。よし、続きやっていきましょう。あ、やべ、キノピオが来てないじゃん。よし、これでやっと次を進めるね。よし、次地下ターミナル。あ、なんだなんだこれ、なんかしらやるんじゃないの？ちょっと変な時間にさ、やるみたいな。ないか。これでもないか。あら、キノピオ目玉が。おっと、いやった。これはありがたい。真ん中からまた落ちそうな感じがするから、あ、ここにドアがあるんだ。オッケーだけど、こっちにもなんかありそう。ガタガタって言ってたよ、今。俺ガタガタって言ってる。何？ガタガタ怖い。これ？ちょっと開けてみる。何？大丈夫？これ出て。南北連絡リフト。やった、紙幣だ。この子たちも紙幣になるっていうのを覚えておかないとね。これさ、もしかしたらさ、あれ？キノピオがいない時に進んでくるとかだったりするのかな？あれどこだっけ？ここか。ここは？なんだ？あ、あ、で、こっち進むのか。キノピオ連れてったまんまでいいの？これ開いてない。じゃあこっち側ももしかして開いてないとかある？いける？いや、ここで合ってんのか。あ？はあ、ここは行き止まりのようですね。ん？ルイージさん？あれを見てください。何でしょう？あれでキノピオ。あう。かなり遠いぞ。多分ぐるっとしていかないとダメとかじゃないの？え？あ、なんかある。あ、違う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 。キノピオだけでも飛ばせればな。ここは、橋があるけど、この橋は行けないのか。あそこに、ん？ちょっと待って。どこ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 ？どこ？どこに置いた？あ、どこだ？そもそもこれ、私から見えない方向なんでね。ここら辺何かあるとか。ないかな？なさそう？これ一人で進んでいいのかな？オッケー。これで、一人で行っていいの？え？ちょっと待って、キノピオあそこに置いてくってこと？え？オーマイガー、あっちで降りるべきだったのね。オッケー、なるほど。来てるから、光ってやる。光って。よし。で、紙幣は回収。一枚しかできない。一回降りるか。あ、あそこの上に、どうやってやんのこれ。これ、降りる。降りるんだけど、これを回収。よしよしよし。回収して、回収したところで横に進めないけど。木がないよね。じゃあもう一回戻るってこと？ちょっと戻りますか。あ、これさ、キノピオ上に乗っけてみる？お、いけそう。あ、座るやつだったのね。なんだここと思ったけど。なるほど。座るところだったとは、これあれか。リフトみたいな感じなのかな？キノピオ、おいで。オッケーオッケー、ありがとう。ま、で、鍵を使うのか。なるほど。使っていこう。鍵が、あった、テレサの声がするけど、ここに鍵を使っていけばいいんだね。うわ、いいね。吸い込まれてく。入っていきましょう。開かずの間が開いて、さっきテレサがいたんどこら辺だろう。絶対いるよね、この部屋に。多分いるはず。あ、何？氷の上もダメなの、君。マジか。
あ、で、ここでライトをやってみて。ダメか。よっしゃ、一緒に行くぞ、キノピオ。Oh my god。 ああ、また。また水、また水。なるほど。で、上を向けていけばいいか。おーい。なんで？こっから。え、これなんか行くには、必要って感じか。あ、で、これを飛ばしていけばいいってこと？よしよしよし。そういうことね。あ、で、来たはいいんだけど、ここになんか、取れそうなのが。ピカン。よーし。金塊雲でございました。これ何なんだろう？これさ、ちょっと、角度を変えると何かいいのが手に入るよとかじゃないのかなって思うんだけど、絶対そうっぽいよな。まあいいや、先進もう。わかりません。氷の谷。え、ちょっと待って、これなんか絶対戻れないとかじゃないよね。怖い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 。こっちなんだ。え、これ行けたり、あ、行けるんだ。いけるんだ。落ちないようになってるかなって思ったけど。わお。おっしゃい。いいじゃん、いいじゃん。今のは角度がめっちゃ良かった。うわ、鍵じゃん。どこの？多分、このまんま進んでも多分普通に行き止まりだよってされてた感じで。いや、これ悪趣味だわ。怖すぎる。で、この下行って、ここがもしかしたら鍵、何？ちょっと待って。ピカンピカンした、ピカピピピカン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 。ピカンした、ピカン。ピカン。そう。え？あの子、起こす。ピカーン。オッケー。あとさ、これを爆発させるとかじゃないのかな？違う？あ、爆発させるでいいんじゃない？これ。え？え？え、何にもできなくない？ダメか。進んでみよう。あれ爆発させられたらおもろいんだけどな。ちょ、どっかにさ、着火剤とかないのかな。あっと。待って。入ってったけど。ちょっと待って。まだ戻れるよね。戻ろう。下にいる。下にいるけど。どうせまた人質に取るんでしょ。これさ、ここにつけるのかじゃない。あ、ほらほらほら。あ、やばいぞ。逃げろ。逃げるんだ。巻き込まれるぞ。え、爆発してくれた？オッケー。なんだ、爆発したけど。こっちに。あ、いけるようになってる。もしかしてここにテレサがいる？違ったー。なに？あ、顔に当てとけってことこれ。いや、苦手なやつ。はい。はい、苦手なやつです。はい。はい。二個目は？はい、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 はい。よし、苦手すぎる。苦手すぎる。苦手すぎるんです。どっかに、どっかに。はい、どっかに、どっかに入れ。オッケー。どっかに入れ。オッケー。もうちょい時間が欲しいな。もうちょい、もうちょい。うん、どっかに。どっか、どっか。やばい、やばい。13秒。あと2個。よし。あと1個、あと1個。いける、いける。いける。オッケー。え？ダメじゃなかった。ああ、死んだかと思った。やったー。ね、下に落ちていくのはずるくない？ねえ、下に落ちていくのはずるいって。ここら辺で回収していきたいよ、全部。もう、回収しきれてないよ。多分、下に落ちてたの数枚あるわ。だけど、これで、回収しきれたかな？え？どうやって戻るの？これでいいのか？ああ、そこが出口。なるほど。そしたら、ま、次はこっち行くしかないね。大丈夫。骨があるから。どうしよう、キノピオのところからやり直しとかになったら。この辺にいるんじゃないか？いた。あ、よし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 。オッケーオッケー。やばい、一匹取り逃したけど。やばい。来るぞ。来るぞ。ノー。まずい。ピカーン。あ、ピカーン。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 よしよしよし。お前もかい。オッケー。これで、やばい。オッケー。この子はもう体力ないから。わーお。すごいじゃん。ちょい。オッケー。体力少ない子から、もう回収していきたいからね。よしよしよし。で、キノピオが、取られた。キノピオ返せ、キノピオ返せ。キノピオもこの回収の仕方受けんね。ピカーン。
え、この子最後かな。よし、回収。もう一回やれば。オッケー。はぁ、心臓止まるかと思った。この辺とかって開けられるのかな。ん、なんだろう、開ける順番があるとかではない。これも開けて、こっちも開ける。え、あ、この子ってさ、あ、これでできるんだ。なるほどね。ほんでこの子をピカンってするとかじゃないのかな。もしかしてこう。素晴らしい、こういうことでしたか。結構さ、このダークライトが今回は少ないなって感じだったけど。うわ、来ないでよ、来ないでよ、怖いから。爆発。あの子もダイナマイトみたいな。え、カエル、カエルが1匹、カエルが2匹、カエルが3匹 ?2 匹でした。とりあえず行くか。オッケーオッケー、順調に進めてるんじゃないかな。で、氷の採掘場に来たけど、こっち行き止まりか。え、なんだ、何があるんだ。あ、違うって。え、なんだこれ。オッケー。え、吸ったけど、ほい、ダメ？ダメなの？怖いの？もう一個のところをさ、引っ張るにはあっちにキノピオを飛ばすとか。無理。あ、ちょ、それはダメって言われてる。あ、出てきた。ごめんって。これこっち行くのかな。え、ちょっと待って、怖いよ。あー、この感じ？あー、もうね、あれ置きました。コントローラー置いたのに？いや、進むの早すぎたんかな。もう一回ゆっくり行きましょう。あ、ちょっと待って待って。ちょっと待ってよー。これゆっくり、ゆっくりこうやって、スティックでやんなきゃいけないって感じかな？感じがない？多分。そういうことか。スティックで、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくりね。あ、わかった。そういうことね。風が吹いてるからね。やめて、やめて、落とさないで。やめて、落とさないで。やめて、落とさないで。やめてー。オッケー。もうちょっと。ダメ、ダメ、ダメ。よしよしよし。もうちょっとだから。ルイージ、もうちょっとだから。オッケー。じゃ、今度はこっちか。なるほどね。本当にちゃんとバランスを取らないとダメなんですね、ここ。おーい。何回も死んだじゃん。これ骨なかったらやばかったって。ってことで、今度はキノピオくんを連れて行きましょう。ついてくる？あ、来れるんかい。よし。じゃ、ここでさよならかな。ね、キノピオくんを送り届けたの、なんか寝てる、モケモケが寝てる。あれ？一番最初のとこだけど、あれ？これ？あ、びっくりした。そういうこと。なるほど。なんかモケモケが寝てるけど。いかん。え、なになになに？怖い怖い怖い。モケモケが。おーい。モケモケ？いいのか？お前らそんなんでいいのか？モケモケが来てる。え？え？いいのか、モケモケ。ちょっと待って。あ、なんかでもこの子たち別に、あ、なんか紫になったんだけど。なんか別にこの子たちさ、木に炙るとかではないの。では、キノピオを転送していきますか。モケモケの正体気になる。めっちゃ可愛いんだけど。おー、あっさりしてんな。さよならめちゃめちゃあっさり。え、この子たちさ、転送できないの？ねえ、小山博士。おお、キノピオくんがベースラボに戻ったぞ。どうやら無事に地下から脱出できたようじゃな。お見事じゃ。では、君も帰ってこい。よし、一応クリアちゃんとできたからね。マジ、鬼門はさっきのところだよ、橋。あの吊り橋、マジやばかった。風吹いてるっていうのに気づかなかったら、一生落ちてたね、きっと。お、一つ星。結構時間かかっちゃったね。二人とも無事でよかった、よかった。ふぅ、もうダメかと思ったわい。ねえねえねえ、いろいろ吸い込んできたおかげでオバキュームがはち切れそうじゃ。一度中身を出してもらおうかの。そうね、かなり
まあ、吸ってきたけど、モケモケも欲しかった。あ、でもね、いいね。3つ、4つも、お、1363円も。お、いいね、いいね、いいね。あと、5000ゴールドぐらいかな？いいね。目標額があと5000円ぐらいってことは、かなり稼げばいいんじゃないか？キノピオくんはまだ凍えておるようじゃが、まあ、そのうち元気になるじゃろう。キノピオくんが言うには、結局ダークムーンのかけらのことは何もわからんかったようじゃ。ただテレサが動き回っているのを何度も目にしたということじゃ。やべ、今回テレサ回収してね。テレサのやつめ、こんなところで一体何を企んでおるのじゃ。まあよい。そういえばキノピオくんが今回もまた監視カメラの写真データを持ち帰ってくれたぞ。早速データを解析しておくからの。君はゆっくり休んでおくんじゃ。有能ですね、キノピオくん。ということで、まあ、今回はテレサ捕まえられず、次回鉱山の再活動をやっていきましょう。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。